皆さんこんにちは、藤中健也です。今回はアンダーハンドパスの基本的な形と、どうやってアンダーハンドパスでボールを飛ばすかっていうところの解説をしていきたいと思います。アンダーハンドパスなんですけど、基本的な組み方っていうのは、手を重ねてもらって握るっていう人が多いと思うんですけど、まあ、実際にこう組んでもらったりしても構わないんですけど、まあ、とっさにボールが来た時に組みやすいっていうのが一番重要なんで、組み方でいうと僕はこういう風に手を重ねて握るっていう組み方をしてます。でアンダーハンドパスなんですけど、まあ、基本的にこの面でボールを送り出すっていうイメージを持ってもらって返してほしいと思います。僕とか、まあ、見てもらったら分かるんですけど、伸ばした時にここの部分がひっつくんですけど、まあ、これは実際アンダーの前下手に関係なく、まあ、いかにここの面が返す方向に向いてるかっていうのが重要なんで、頭に聞かれるんですけど、ここがついててもひっついてなくてもどちらでもいいです。実際にアンダーなんですけど、まあ、まず腕を振らないっていうのが大前提で、しっかりと面を作ってボールを腕と体で送るっていうのがアンダーだと思います。それでこう振っちゃうとボールの質も悪いし、ボールにこういう回転が加われて、じゃなくて、無回転、もしくはちょっとした逆回転、緩やかな逆回転が当たるように、ボールを優しく振るイメージを持ってやってほしいと思います。振らないっていう風に言ったんですけど、イメージとしては面を作ってもらって、このままこの面が来ているまま、アンダーを作る。前に回転すればこれがこのままこういう動作、まあ、直上でいうとこう、直上する際は床と面が平行になるのを保ってやってみてください。さっきボールを送るイメージを持ってほしいって言ったんですけど、2人組でネットの膜体の下でやると姿勢も作りやすくて送るっていうイメージが持ちやすいと思うので、2人組でネットを挟んで、今左足前だったんで足を交代して、っていう風にネットの下で運ぶっていう、体でボールを運ぶっていうイメージを持ってやってほしいと思います。最後にアンダーハンドパスもオーバーパスと同様に、ボールの下に早く入るっていうのが大事になってくるんで、ボールを取る前はしっかり足を動かしてボールのところまで行くっていうのを意識してやってほしいと思います。実際にアンダーをやっていきたいと思います。
うしても距離を飛ばそうとすると、まあ、腕の振りっていうのは、まあ、少しずつ大きくなってくると思うんですけど、まあ、そうすると同時に、まあ、ブレも大きくなっていくので、まあ、できるだけその体重移動と面でその相手に持っていけるように、まあ、多少の振りっていうのは仕方ないと思うんですけど、まあ、飛ばしたいからといってすごい極端なとかっていうのは受ける側もどこに来るか分かんないっていうのもあるし、自分が出したいところにボールが行かないっていうのが出てくるんで、しっかりと面を向けて振るっていうイメージでやってみてください。以上がアンダーハンドパスの基本的な動作になります。皆さんもぜひやってみてください。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いします。